友人でかつての恋人でもあるイェネファーを探してゲラルトはホワイトオーチャードに向かった。イェネファーのすぐそばまで迫りながらも結局彼女を見つけることはできなかった。はい、どうもこんばんは。ウィッチャー3ワイルドハント、前回の続きからやっていきたいと思います。さあ、続きからやるとね、まあ、あらすじみたいな動画が流れ、結構わかりやすいですね。では進んでいきましょう。ローチ、その調子だローチ。オッケー、その調子だ。罰をしたまま、長押ししたまま方向操作をしなければ、ああ一定のずっと進む。こんな人里近くにグリフィンが出るのか。変だな、わしも同じことを思っていた。森や山の中ならともかく、こんな街道からも近いところに出るとは。戦争のせいかもな。死体だらけで血と焼けた肉の匂いが充満している。怪物がおかしくなっても不思議はない。すぐ近くに村がある。村では平和を乱さないようにしよう。衛兵は窃盗行為を許さず、またトラブルを起こす者を快くは思わない。村や町など居住区の近くには掲示板が、立てられている。これは地図上で掲示板の印で示されている。これを調べることでウィッチャーへの依頼やその土地での出来事などがわかる。 OK、 なるほど。人間もな、ホワイトオーチャードでは用心しよう。手がかりを見つけたらできるだけ早く出発するぞ。なんか行き過ぎたぜ。はい、頭を叩き落としたそうよ。さあ問題を起こすなよゲラルト。酔っ払ってますね。何よ。面倒が起こる前にあれを下ろしな。どれをだ。旗か。あの紋章はテメリアの百合だ。紋章を掲げて何が悪いってんだ。ここはもうテメリアじゃねえ、ニルフガードなんだよジジイ。ほう、違う、テメリアだ。揉めてますね。ゲラルトだ。なんだ、ウィッチャーか。有名なんですね。化け物汁で酒がまずくなる。ほう、挑発してきますね。ほうほう、失礼な客がいて悪いね。本当だよ。構わん、慣れとるよ。みんな気が立ってるんだよ。軍隊に踏み荒らされて、今度はグリフィンがうろつき出して。ああ、もうお目にかかったよ。ただの獣だ。獣だ。随分な言い方ね。レナなんかズタズタにされて、いつ死んでもおかしくないのよ。でもいつまでも嘆いてちゃいけないね。ご注文は。ウォッカを一杯くれ。この時代にも。そちらの方は何か飲む？まあ、選択肢はこの黄色なんだが、何があるか見せてくれ。何があるのか見せてくれ。はい、あ、ここで、はい、物が買えるわけですね。はい、はいはい、何、はい、売るものはなんだこれは。武器？なんだこれは。松明。ああ、全然売れへん。なんもないじゃん。霊薬。はあ。
金にならない。これはダメだ。買うものは、グエントのカード、あー有名なカードゲームですね。うーん、後でもう一回見よう。あとは、はい、錬金術材料高いね。300しか持ってないよお金。はい、ドワーフの蒸留酒、まあ、錬金術大体コモン、はい、大体コモンですね。はいはい、あとは、あー、はいはい、あとはまあ食料ですね。はい、まあこれ、まあ今はいいか。はい、賑やかな店だな。賑やかな店だな。国全体が騒がしいからね。家族を探したり軍から逃げたり、そういう人たちが一晩の寝床を求めてくるの。戦争のおかげで繁盛してると？今のところはね。でも平和が一番だよ。こんな時代じゃ明日はどうなるかわからない。なるほど。グリフィン退治の仕事はあるか？グリフィン退治の仕事はあるか？今はないの。昔だったらあんな化け物が近くに巣を作ったりしたら、長老が資金を集めたり漁師様へ陳情に行ったりしたんだけどね。今じゃ人を雇うにも先に黒の軍団の許可が必要なのさ。漁師様も処刑されたみたい。だから仕事の募集はないわね。黒の軍団、力になれるかと思ったが、ただ働きは無理だな。んだっけ。ある女性を探している。女性を探してる。漆黒の髪と紫の瞳、黒と白の服を着てる。ウィロービーから来たはずだ。それから変に聞こえるかもしれないが、リラとスグリの香りがする。そんな人は知らないわね。あったら覚えてるはずだし。そうだな、一度見たら忘れられん。ここにはいろんな土地からたくさんの旅人が来てるから、みんなに聞いてみるといいわ。OK。バツがついた選択肢を選ぶと会話を終了させることができる。OK。いろいろとありがとう。ありがとう。もう十分だ。もう十分だ。さあ。包帯を巻こうか。おい、そこまで老いぼれちゃいないぞ。ならイエネファーのことを聞いてくる。イエネファーのことを聞いてくる。騒ぎを起こすなよ。下手に注目を浴びんようにな。わかった。さあ、黒の軍団が土地を測量してるそうだ。測量ならいいさ。作物を燃やされるよりマシだ。ドロムル、お前は鶏よりバカだな。なんで地面に線を引いてるかわかるか？俺たちの土地を奴らで分けるためだぞ。ほう、黒の軍団がね。はい、旅人にイエネファーについて尋ねる。話す、農民。はい、農民と話すよ。はい、人を探してる。探している。俺たちに構うんじゃねえ、化け物め。その顔見てると酒がまずくなる。悪口言うね。アークシー、逆三角のアイコンがついた選択肢を選ぶと、アークシーの印を、使用する。この印は人の精神に影響を及ぼし、意のままに行動させる。おう、五条で会話中に逆らってくる相手にはキャラクターページで幻惑のアビリティを強化しておく必要がある。ほう、こういうところにも使えるんだね。はい、続ける。一回これにしよう。話がしたいだけだ。話がしたいだけだ。聞こえなかったか？よそ者と話すことはない。寂しくてしょうがないなら豚と一緒に貝羽桶にでも入ってね。めちゃくちゃモラハラやん。いいぞミカ。すごい口悪いね。おお、いい加減にしておけよと言いたいところだが、
ちょっと魔法を使って。黒と白の服を着た漆黒の髪の女性を見たか、答えろ。わ、簡単やな。先日馬に乗った貴婦人が村を通ったらしい。避けようとしたラドバーが突き飛ばされたそうだ、ね、どっちの方向へ行った？知らない。街道からそれる小道はたくさんあるし、どこへでも行ける。みんな、ミカが化け物に操られてるぞ。おい、黙らないとその舌を引き抜くぞ。おお、声も綺麗になっちゃって。ほう、なるほど。この農民は、はい、農民向こうへ行け、はい、話すことはない。ほう、なるほど。なんだ、酔っちまったのか。目が回る。安酒のせいじゃねえ、魔法だ。ほう、バレちゃった。はい、おばちゃんはさっき話したからね。もう一度言うぞ、4つの派閥があってだな。4つのなんだ？派閥だ。同じような仲間のことだ。トランプみたいにな。ただしそれぞれに固有の絵札がある。特別なカードもあって。戦争ってゲームにしないか。あんたの説明を覚える前に朝になっちまう。なるほど、これはさっきのグエントのゲームをやってるのかな。では話してみよう。時間の無駄だ。お前がルールを理解する前に日がとっぷり暮れてしまう。口が悪いな、ここの農民は。農民というか、もちろん。アルダート・グリートだ。オクセンフルト学院の助教授で近代史が専門だ。リビアのゲラルト、怪物退治が専門だ。ある女性を探してる。長い髪で黒と白の服を着ている。見かけなかったか？見てないね。庶民と違って戦火の女騎士なんて馬鹿げた噂だと思ってるからな。戦火の女騎士？何のことだ？戦火の女騎士というのは何だ？人々の噂だ。馬に乗った女の幽霊が夜の戦場を駆け抜け、君の言った特徴と似てる。軍隊を引き連れてて見たものは不幸になるらしい。確かに不幸にはなるが、どこに現れたか知らないか？いや、おとぎ話には興味なくてね。なぜここに来てるんだ？こんな場所に学者がいるとはな。戦場から逃げてきたのか？その逆だ。私は前線を目指してるんだ。死にたいのか？死にたいのか？知識が欲しい。そのためなら命もいらない。知識への渇望は誇りまみれの古文書では癒せない。自分の目でニルフガードの進行を見て、全てを年代記に記録したい。完成したら最高の仕事になるだろう。なるほど、まあ、こっちの方が興味あるな。面白い。戦争の記録は必要だ。色とりどりの軍旗や将軍閣下の感動的な演説ではなく、強姦や暴行、兵士たちの蛮行について真実を書くんだな。君には学術的な洗練が足りないようだな。強姦や蛮行は戦争自体には無関係なことだ。小さな装飾品といったところだな。家を失った人々に同じセリフを言ってみるんだな。これも戦争はノビグラドまで。いや、でも時間の問題だろうな。一方からはニルフガード、反対側からはレダニアが迫ってる。骨を見つけた2匹の犬みたいにな。みんなその骨を喉に詰まらせる。その通り。我らはノビグラドの自由を愛し、それを守るために戦う。おお、学者が剣を取るか。剣だけが武器ではない。町の防壁を設計したのは我が学院の設計士たちだ。これまでどんな兵器でも崩せなかったのだぞ。なるほど、ありがとう。さらばだ。邪魔したな、さらばだ。邪魔した。ちょっと待てよ、ウィッチャー。君は見込みがある男だ。グエントは知ってるか？グエント知らん。今から覚える時間もない。ルールは簡単だ。いいだろう、一勝負しないか？グエント、このカードがグエントのマークね。はい。のアイコンがついた選択肢を選ぶと、グエントのゲームが開始する。なるほど、やろうか。まあいいだろう。面白い気がした、ね、ルールはこうだ。はい、グエントのチュートリアルを始めますか。はい、
開きましょう。ようこそグエントへ。グエントは古代ドワーフのカードゲームで、2つの敵対する軍隊を戦場で戦わせるというものだ。プレイヤーは将軍となり、兵士であるカードを操る。なるほど。はい、私の先行だ。まずはじめにカードを10枚引く。この手持ちのカードでデュエルを最後まで戦う。カードを引くのは一度きりなので慎重にプレイしよう。10枚を引いて、このカードで、試合をしていくということですね。はい。ユニットカードの戦力。ユニットカード。左上積みの数字は戦力を示す。戦場に配置すると、この値が、配置したプレイヤーの総合戦力に加算される。これは10時のマークですね。コブ、同じラインの全ユニットの戦力をプラス1する。自身は除く。はい。これが2番目。ユニットの攻撃ラインのアイコン。このアイコンは戦場でカードがプレイできるラインを示している。ああ、なるほど。近接、間接、工場というものかな。はい。守りですね。はい。この人は、守りの人ですね。はい。OK。で、ユニットカードの特殊能力。ユニットカードには特殊能力が備わっているものがある。このケイドウェンの、工場専門家の特殊能力であるコブは同じラインの全ユニットの戦力をプラス1する。さっきのやつですね。はい、これが特殊能力。はい、了解。天候カード。天候カードはスペシャルカードの一種。戦場に配置されている特定のタイプのカードの戦力を全て低下させる効果がある。括弧自軍ユニットを含む。おお、なるほど。はいはいはい、なるほど、なるほどね。 OKOKOK。 引き直し。各デュエルの開始時には最大2枚のカードを捨てて引き直せる。ひとまずここではスキップして早速プレイを始めよう。今回はできないけどということですね。はい、続ける。ラウンド開始。戦場。ここが戦場だ。こちらが自軍となる。ここは相手側の陣地だ。ターン。交互に自分の番がやってくるが、プレイヤーは戦場にカードを1枚がパスできる。なるほど。指導者。各デッキには指導者がいる。指導者はデュエル中に特殊能力を一度だけ使用できる。資格で好きな時に、特殊能力を発動できる。なるほど。はい。カードでプレイ。丸で手持ちのカードを選択する。サイドを丸を押すと戦場に置く。はい、あなたのターン。なるほど。はい、さっき出てきたカードですね。はい、強いのは、はい、パリスタ。おお、最初は攻めたいな。攻めの強いやつね。え、特殊能力、ちょっと待って。特殊指導者カードは何だこれ。デッキからノームカードを探し即時設置する。なるほど、これまだいいな。 OK、 攻めようぞ。総戦力。アイコンの左側の数字は現在のユニットの総合戦力。右側の数字はそのラインの総合戦力を示す。どちらの値もカードが出されるたびに更新される。ラウンド終了後、最も総合戦力が高かったプレイヤーが勝者となる。なるほど。 OK。 パス。自分の番でパスするには三角を長押しする。一度パスするとそのラウンド中はプレイできない。対戦相手は同様にパスするまでプレイを続行できる。パスはすでに戦場に配置されているユニットで勝てる自信がある場合か、敵に勝利を譲って次のラウンドにカードを取っておきたいときに実行するものと覚えておこう。なるほどね。ラウンドがあって、そこで、勝負するか。ここはあえて負けて、次のラウンドで勝つために、選択するか。最後にパスをどちらすると、このラウンド終了。その時点で、
ポイントというか、左側の数字が大きい方が勝ちということですね。で、ね、最初にね、カードをつぎ込んでしまうと次のラウンドが勝ちづらくなるということですね。だから点差があると、まあ早めにパスして、余分な戦力を使わないっていう手もあるわけですね。あ、なるほど、面白そう。はい、ラウンドの終了、両方のプレイヤーがパスした時点で、ラウンドが終了する。その時点におけるユニットの合計戦力で勝者が決まる。戦場のカードはすべて捨て札となり、両プレイヤーの合計戦力は0にリセットされる。まあまあまあ、先ほど、説明した通りですね。はい、相手のターン、はい、守りに来ましたね。はい、私のターン、真ん中を固めましょうぞ。はい、カモン、相手のターン、お、まだ私が勝っているぞ。これは、お、オッケー、これ真ん中に置いちゃうぞ。あ、どうよ。ああ、そう来たか。ああ、抜かれたか。そう来たか。そう来たら私はこれだ。相手のターン。おお、ノームを使ってきましたか。ああ、なるほど。これで戦力は負けていると。真ん中は使えないですね。じゃあ私も使いましょうか。なるほど、ここを、じゃあこれは、そうすると負けちゃうな。これは、なるほど、こうしようか。おりゃ、どうよ。もう普通にカード出してきたな。私のターンだ。そしたら、これで攻めちゃうぞっていう感じですね。はい、どうよ。あ、1しか増えないぞ。じゃあ、同じところが、指導者カード使ってもな、同じノームだもんね。うん、これであんま結果は変わらないね。ということは、負けてるね。やばい、負けるかもしれない。攻めのカードがあればいいんだが、いや、この効果は、なるほどね。じゃあでも1にするけど、こいつの特殊能力で、特殊能力あるから、こいつを使うしかないな。はい、オッケー、もうパスするよ。相手がパスしたらパスだもんね。パス、ライフジム。ラウンドで負けたプレイヤーはライフジムも失う。プレイヤーがライフジムを両方失うと、ゲームオーバーとなる。あ、なるほどね。あ、この赤いやつが2つなくなると負けということは、2勝した方が勝ちということですね。あなたがラウンドに勝利した。はい、ラウンド開始。北方諸国の、読めなかったわ。はいはいはい、
もうね、なんだこれは。同じ名前のカードないよ。おーっと、やってきたか。俺も持ってんだよね。ということは私は不利では？いや、そんなことはない。戦力差は十分あるぞ。向こうもカードはあまり持ってないはずだ。こうするしかないもんな、はいはい、相手のターン。ああもう余裕だ、余裕でしょ。もう全部使っていいよ。ふい、はい、もうないだろう。おお、なるほど、なるほど。あなたのターン、指導者カード。でもね、これ1に触れるとまずいんだよね、自分の。ということで、パス。どうよ、これ全部出してもそんなないでしょ。 OK、あなたがラウンドに勝利した。パスをして敵にラウンドを勝たせることは恥ではない。後半にカードを取っておく方がいい場合もある。各デッキには独自のヒーローが存在する。スペシャルカードの影響を受けないとても貴重なカードだ。このような強力なカードがあれば戦況を一気に変えられるだろう。うん、なるほど。うん、面白いね。より強力なカードは特定のクエストをクリアするか、商人から購入することで入手できる。OK。うん。まあ、下手くそな割には、勝ててよかったですね。閉じる。うん。これは驚いた。コツをつかんだな。ありがとう。オクセンフルトで真の達人と勝負したいなら、ステファンに会え。職業こそただの宿屋の主人だが、グエントの腕は超一流だ。そうか、覚えておこう。覚えておこう。はい、新しいグエントカードを手に入れた。カードを調べたい場合はポーズメニューからカードデッキページを開こう。なるほど、カードデッキ、はい、これか。おー、はい、派閥、はい、デッキはニルフガード、北方諸国、ワイルドハント、スコイア、テルの4つの派閥につき1つずつ作成できる。列車ある位置で、派閥の切り替えが可能。各派閥には独自のカードがあり、異なるプレイスタイルを強化する。また派閥ごとに特殊能力が存在する。ニルフガード引き分けの時は勝利となる。北方諸国、勝利するために1枚カードを得る。スコイアテル、先行後攻を決められる。ワイルドハント、各ラウンドの後にランダムでユニットカードをキープできる。OK、はい、指導者カード、OK、指導者を選ぶ。ああ、ハイライトした指導者カードを選択する。各指導者に備わっている独自の能力を使って戦いを有利に進めよう。所持していないリーダーカードはロックされている。入手すると使用可能になる。OK、わかりました。OK、OK、OK。最低22枚のカード。ああ、なるほどね。ああ、なるほど。入れすぎるとダメだってことね。OK。ああ、なるほど。あー、なるほど。ユニットカードは最低22枚入れないといけないってことね。オッケーオッケーオッケー。はい。オッケー。どうせ入れなくて。これで足りてるだろう。オッケー。これは全然ないから、もう全部入れるよ。はい、ほんと。はい。はい。はい。待って、ワイルドハント、指導者。ああ、こいつだ。エレディン、ワイルドハントの我々を新天地へと導け。ああ、
こう強そう。オッケー。ほー、エルフもいるね。エルフがある。ほー、あー、なるほど。オッケー。じゃあこいつですか。クエスト更新。はいはい、わかりました。コレクションコンプリート。あー、なるほど。まあいいや、とりあえず話す。女性を探してる。みんなそうさ。誰でもいいわけじゃない。特定の女性だ。リラとスグリの香りがして、黒と白の服を着てる。2杯持ってきてくれ。飲むと元気が出るぞ。ああ、飲もう。いいだろ、一杯飲むか。単刀直入に聞く、その女性を見たか。ベンガーバーグのイェネファーか。なんで名前を知っている。なぜだ。ちょっと破れてる。どうして名前を知ってる。説明が完璧だったからさ。一度聞いたら忘れないたちでね。忘れられないんだ。なぜイェネファーを知っているんだ。なぜイェネファーを知ってる。聞くまでもない。ダンディリオンの歌で聞いたのさ。一回の商人が偉大な世界に触れるにはそれしかない。もちろん俺のように幸運に恵まれれば別だが。我慢強いウィッチャーと出会えて幸運だな。リビアのゲラルト、ブラビ県の殺し屋本人に会えて幸運さ。めちゃくちゃ有名やな。これは聞かないといけないけど、下を先に。俺のこともダンディリオンの歌で聞いたことがあるだろう。乾杯。はぐらされたな。お前は何者だ。お前は一体何者なんだ。ただの放浪者さ。ゴウンター・オーディムとでも呼んでくれ。放浪者か。仕事は。昔は鏡を売る商人だった。鏡の帝王とか鏡の達人と呼ばれて熱狂的な人気を誇ったものだ。では確信をつこうか。イェネファーを見たのか。ぶしつけだが聞かせてくれ。これは色恋沙汰か。お前には関係ない。俺と彼女との関係を詮索してどうする。一階の放浪者にその資格はない。知ってることを教えてくれ。あんたが現れるまで、あれがイェネファーだとは思いもしなかった。想像すらしなかったよ。結論を言え。駐屯地にいるニルフガードの偵察兵が見たらしい。どこでだ。駐屯地でだ。彼女は馬に乗って現れた。夜の闇の中を、黒と白の服で、香りはすぐり、そのままさ。司令官と簡潔な会話を交わして、すぐ去ったそうだ。どこへ向かった。そこまでは知らない。駐屯地で聞くといい。礼を言う。ありがとう。放浪者同士助け合わなきゃな。いつか俺が困ってたら、今度はあんたが助けてくれるかもしれん。リラとスグリの顔。あ、更新ね。はいはいはい。まあやることは、ウエントのカードの、まあ、強い人に会うと。で、イェネファーの、ことを調べる。ね。探すということですね。さあ、これさっきのカードどうなんだ。他に必要なものでも。はい、スキップ。何を売っている。何か面白いものを売ってない。何をお探しかによるわ。見てみる。はい、さっきのカード欲しいな。とりあえず全部買おうか。おー、なるほどね。 OK。オッケー。まあいいか。オッケー。とりあえず全部買おう。オッケー。うわ、お金がない。じゃあな。じゃあな。オッケー。
そうですね。グエントというカードゲーム。うん、なかなか面白そうですね。今後やっていくとは思いますが。うん。で、今後、イエネファーについて尋ねていきたいと思います。さあ、今回はここまで。また次回、ウィッチャー3で会いましょう。それじゃあまた。